もどうも、花宮ネクです。ザクザクアクターズをやっていくぞ。前回大悪人だったメリュスさんが自分の悪事を嬉しそうにペラペラ話して高笑いしてからの戦闘開始っていう満点ムーブをしてくれたんでな。ここまでお膳立てされたらこっちも頑張らないとね。気持ちよく殺してやろう。まあ見るからに雷が効きそうな面してるんで、ズッチーレーザーを連射する感じで、はい、よろしく。お、最初のターンに紅茶を嗅がせ散らかすとは、PT 様もやる気ですな。何、新人魚の毒？勝手に真打ちを名乗るんじゃない。操作不能になり、味方を殴ってどんどん人魚の毒を伝染させる。戦闘不能になるまで解除されない。そりゃやばいな。マッスルが感染したけど絶対戦闘不能にならないし、防衛に隔離するしかない。うーむ、人魚の毒に私の気づいてない対処法があるのか、それともどうしようもないから急いで殺すしかないのか。今回は急いでみよう。あ、TT 様が即死した。全体麻痺即死はだるいって。むう、時間が経てば経つほどいっぱい薬を投げてくるのか。最終的にはクランゴみたいになる。急がないとな。マーローさんも感染した。はい、光栄に下がってください。まあズッチーが感染しなけりゃいけるっしょ。あー、今度はマリオンちゃんが。3人感染は辛くなってきた。よし、 MP 調整完璧。 MP が少なければ少ないほど強い竹南方バーストのお時間です。9万ダメージ、強い強いんだけど、ズッチーレーザーで雑に7万ダメージを連発してたから感覚が狂ってきてるわ。レイリッチも感染。いよいよ残り4人でございます。ちょっとやばいかも。あ、死んだ。お疲れちゃん。貴様の敗因はただ一つ、ズッチーを放置したことだ。すごいなこいつ。ここからさらに格を下げてくるのか。小物悪役としてあまりにも完璧存在すぎる。尊敬しちゃうよ。あとローズマリー、人形の関節を外すのはまだわかるけど、液体生物の喉を潰すのはやばすぎない？アサシン極めてない？和弘作品の小物悪役の断末魔みたいで芸術点が高いと思った。
ヘルチンは戦闘中よく耐えたよ。私は目の前で頭爆裂したら戦闘どころじゃない。一時的狂気しちまうよ。っていうか逆に、もう切り替えてるデイリッチがメンタル強すぎなんだよな。この子供国王、死体を見すぎである。メリウスさんってボールスの喉仏を探しに行ってたのか。レア素材が残ってるかもしれへんってウキウキで言ってたのな。ああ、黙って言っちゃうのか。まああの部下たちは何ら悪いことしてないし、無理にメリスさんはクソゲドウだったよと明かしていくこともないか。知り合いだったか。説明が楽。おお、しっかり準備して乗り込んできたんだな。海洋ギルドやるな。嵐にあった船員が見つからなくても不自然じゃないと思うんだが、よっぽどメリスさんのやり口が不自然バリバリだったのかな。
そうか、ここの町の人は本当に何も知らないままか。まあ志は立派だし真面目だし、いつか本当に人間に戻れる薬を開発しちゃうかもしれないな。頑張れよ。一通り録画が終わった後、裏稼ぎ中でのこと。何？ネオシェイプシフター。まあ大丈夫だろ、多分。え、ケモケモしい魔法少女に変身した。このスライムに変えられた劉備と棒が深いぞ。しかももちろんめちゃくちゃ強い。どうにか状態異常になってくれんものか。禁断の渦潮、サンドウチ、大ダメージ全体攻撃に混乱もついてるじゃねえかよ。ってな感じで悲しいことになってました。宝物庫には気をつけよう。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。